ランニングしてはる。さて、いい天気になって、すごくすがすがしいです。なかなかにやっぱり千狩ダムは素晴らしいですね。なかなかの感じがないですもんね。なんというかもう荘厳という、まあ一言ですね。さてと、じゃあのんびりと、まあ次はですね、川下川ダムの方に、向かっていこうと思います。これなんやろう、やっぱりこの辺あれですかね、浄水場かなんかの施設かな、何も書いてない、どうなんでしょう。あ、すごい、あ、すっかり太陽が、あ、昇ってますね。あ、いい感じ。川下川ダムのその前の道もすごく秘境感があって、いいんですよね。久しぶりにちょっと走ってみようと思います。よいしょ。これを左かな、よっと、ちょっと坂道発進、お、びっくりした。これやったんかな、これまっすぐ行ったら確か繋がってたような。これこっちかな、綺麗な道やね。自転車の人頑張ってます。よいしょ。シールドがちょっと曇ってくる。なんかあれかな、ひょっとして夜のうちに雨降ってたのかな、この辺結構路面が濡れてるんで、この先、幅が狭いと。JR、すごいね、ダンプがいっぱい。高っ。こうして見るとめちゃくちゃ高いですね。へえ。いい感じ。これガードレールないから。ちょっとミスったらドボーンって感じで。いいね。ちょっとすんごいいい天気。秋晴れですね。たまにはガッとエンジン回しとかんと良くないかもしれないんで、結構僕はまったりと行くんで、でしょ、たまにはグッとぶん回す。
ちょっと待った。どっち？えか、こっちかな？どうなんでしょう。こっちかな。うん。お、結構デコボコ。え、こっちで円、通行止めとか書いてるけど、あ、円かな、うん、これなんか道作っていってんのかな、なんとなくかな、どうなる、うん、なんかすごい、まあ、ダムというかなんというか、うん、で、おお、なんかすごい開発していってる。この辺あれかな、宝塚の、サービスエリアが確か近くにあるんで、うん、だいぶやっぱり開発されてるっぽいですね。なんか、うん、おお、すごい。朝日が綺麗、うん、うわ、眩しい眩しい、うん、どっか川降りれんのかな、これ川降りてちょっと朝飯食いたいとこですけど、うん、どっかあったんかな、うん、やっぱりでも、あ、この道いいですね。ちょっと車やったらあの細くて面倒くさいんですけれども、バイクやったらすごくあの走りやすくていい感じ、うん、ここ降りれるっぽい、止まってる？車止まってるで。しょ。なんかちょっと降りれそうなポイントなんで散策してみようと思います。うん。どなたかなんか来られてるみたいですね。この朝早くから、うん、これは何のための道なんかな、うん、よっと降りれるポイント発見しました。あ、いいね、河原、よいしょ、よし、よし。よいしょーっと。はあ、いいね。河原でちょっと朝飯食いましょうか。うん。どっか。いい感じのとこちょっと探してと、よいしょ、さてと、それじゃあ、今日は、これどっさり野菜ちゃんぽん、うん、これいただきます、いいですね。早朝の、河原。ここやったらあのいい感じのこの岩あるんで、テーブルとかも言わない。3分経ったのでいただこうと思います。
いな。熱々。それじゃ、いただきます。太陽が昇ってきてすごくいい感じ。はい、そういうわけで本日も美味しく、朝食をいただきました。うん、さて、それじゃあ、川下川ダムに寄って帰ろうと思います。よし、準備 OK。 うん、かっこいい、うん、と自分で言うと。よいしょ。さてと、それじゃあ、川下川ダム行ってみましょう。よいしょ。大丈夫。結構これさっきから車が通ってるんで、うん、よっ、トトトトト、オッケー、おお、トトトト、結構勾配がついてるから、はあ、ちょっと散策してたら疲れました。疲れたね。あ、走り出した、涼しい。うん、はあ、すごいね、ようあんなとこに建てたな。うん、おー、すごい。あ、あれ、川下川ダム見えましたね。ちょっと写真だけ撮っときましょうか。うん、うん、お、先客がいてる。ちょっとこの辺にサクッと止めてと。ああ、久々。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、入った。よいしょ。うん、うん、ああ、うん、ああ、いい感じ。川下川ダム、うん、おっと、滑る。うん、ここはまあ中に入れないんで、うん、あんまりこの見るポイントがこの辺見えるのかな。あ、ちょっと見えますね。よいしょ。うん、こんな感じ。うん、うん、これすごいな。うん、さて、じゃあ、バイクの写真撮って、帰ろうと思います。よいしょ。写真撮影もありましたので、うん、
のんびりと、帰りの道走っていこうと思います。うん、結構あの車がさっきから通ってるんで、あんまり飛ばしてたら危ないんで、ちょっとあのスローで行きます。うん、あいい感じの道ですね。あ涼しい。うん、あここのとこ、朝晩と日中の気温差があのすごいんで、うん、今やったらもうちょっと今日はちょっと重装備してるんで暑いぐらい、8時24分で、うん、ちょっと暑いぐらいになってきました。うん、まあまあ、うん、あれですね、これからのシーズンはちょっとまあ重装備気味の方がまあ安心かと。ああ綺麗やね。うん、おいい天気。うん、さっきダム川下川ダムで写真撮影しているときにオフ車のライダーさんが一人通りがかりまして、やえしてくれました結構僕のまあこのバイクのなんていうか動画って早朝ばっかりなんで、まあ、ほとんどそのライダーさんに会わないという感じで、うん、そういう感じでやえとは全く無縁の感じなんですけれども、珍しく通りかかって手を挙げてくれました、うん、まあまああんまりあれもバカみたいにやってねオーバーアクションでやったらちょっと事故の危険があるんでただまあライダー同士のそのコミュニケーションというかそういうのとしてはまあいいんじゃないかと、うん、まあ私はあんまりそのキャハーとはしないですけれども、まあちょっとペコリという感じでどうもって感じなんですけれども、ああいいねこの辺この感じ、秘境感がある。うん、なんか台風やら何やらで結構倒れなんかな。うん、反対側出てきました。うん、この辺りが何個目だったか、多分 CRF、買って朝練で、来た一発目の動画で走ってます。このもうちょっと先行った、うん、西谷の森公園、うん、この界隈はどこ走っても気持ちいいですね。この感じがいいですね。前、その動画の時はこっちからずっと向こうに抜けたと、まあ、また行ってみましょうかこっち側よいしょ。この田んぼの感じが、いい感じ。ここやね。この先どうなんやろうね。おっとまたちょっと砂利道。
いいねこの辺、なんか昔ながらのなんか日本の風景というかこれ、あそこ向こうが気になるなまた次の機会に8時半か、そろそろまた、家帰ってあれこれと用事したいんでよっしゃ、ほんじゃまあ今日はこの辺ですかね。まあ久しぶりの千狩ダムと、まあ川下川ダム、よかったですね。それじゃあ、今日のは、こんなところですね。はい、それじゃあバイバーイ。